やべえなって思って、対戦相手のイータルちゃんとは、うん、あ、もちろんもちろん出た、やっほーやっほー、勝ったな、ありがとうございます。勝ってから初めて喋るから、あ、そうかそうか、めちゃめちゃ根性ありましたね。オーディションの時から根性がすごかった。そうですね、あれっすね、気持ちでマジで行きましたね、うん、ずっと言ってたもんな、俺は気持ちやと。そう、気持ち。練習はどれぐらいやってた？最低週 3,4 はやってたんですけど。何時間ぐらい、まあ、行けると 2,3 時間ぐらいやってましたね。1日 2,3 時間、1日 2,3 時間ぐらい、ラントレとかやってましたね。結構4キロ走るとか、何で一番きつかったかって、私マジで増量が一番きつかったんですよ、正直。増量が、あ、だから体重合わせやなあかんから。そうです、別に嫌味とかじゃなくて痩せる方が簡単だと思ってて、なかなか痩せんまい。マジで、あの、嫌味とかじゃなくて上げきれなくて。それどうやって上げたの？え、めっちゃ食べました。夜中もラーメン食べるし。そういう上げ方。マックとマスタバとかもめっちゃ飲んで、めっちゃ金かけました、食い物に。そっちにな、はい、それも大変やな。それが大変でした。全然3キロしか増やせなくて、結局。はい、あ、それを今維持して。だから体重差あったわけやろ。そうです。それでも勝てたってすごいやん。そう、だから最初対戦相手のイータルちゃんとは10キロ差ありましたね。で7キロ差で相手も落としてくれて、相手が6キロも落としてくれたんですよ。ああ、でも3キロしか上げれなかったんで、まあ、当日も、まあ、体重差はあったと思うけど、まあまあまあ6キロ落としてもらったんで。そう、まあ、見たけど、まあ、ほら恵比寿でさ、大会やった、ライスやったから見られへんかったけど、その日すごかった。ぐんちゃん優勝して、こっちは勝つし、嬉しい、気持ちがもう、俺もテンション上がりまくって、体重落ちへんけど、テンション落とすの大変。めっちゃおめでとうって言うと、LINE では伝わらへんけどさ、それで宣伝してくれたんや、ここに貼って。そう、ここにバッチリできました。それ YouTube に上げてくれて、はい、ほんまありがとうって、ようかけて買ってくれた。いや、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。それ嬉しいよ。ジャイアンの気分でしたね。マジでジャイアン気分でした。そう、ほんまも、いや、手休めやんとさ、そうっすね、スタミナもすごいよ。体力はもともとめちゃくちゃあったんですよ。昔からなんか持久走とかってめっちゃ得意で、そんな走りなさそう。めっちゃ重いじゃないですか。帰宅部だったのに10キロマラソン47分台なんで、これめっちゃ速いです。ちなみに1キロ5分切るって、多分女の子だったらめっちゃ速いです。1キロ5分切るの速い。速いです。俺1500が5分45とか。それはやばい。いや、さ、陸上部やったし。それはめっちゃ速い。陸上部、いやいや、まあ、はい、男と女でちゃうから。いや、めっちゃでもよかった、本当に。おー、すごい。当日のなんか裏話とか、ありますね。聞きたいわー。そんなここで喋ってんの。モモの YouTube でも喋ったんですけど、うん、緊張しすぎて、はい、ファイティングポーズこうなんですよ、はい、こうなっちゃった。やばー。なんでイータルだって手当たるんかな。そうそう、やばくね、これと。めっちゃ恥ずかしいと思って、まあ、でも対戦相手も気づいてなかったから、マジで緊張してる。知らんけど、知らんけどな、イータルも緊張してたかなみたいな。だから俺これが気にしてたことな、はい、ここに仙人君貼って、はい、これも試合になるんかなと思ったよ。めっちゃ心配した。ほんまに。気にしてたことは、イーダロが試合前にこれを見て、試合中とか、はいはいはい、うわ、こいつダサいな、こいつ何貼っとんねんと思って、試合にならんかったらどうしようと思って。で、スポンサーさん紹介って言ってこう上げた時に、はい、コメントにありましたね、セントくんって。やっぱ気になりますよね。なるよな、あれ気になる、うん、バリバリ目立ってたと思います。結構あれすごかったんでね、モモが負ける予想も。あ、そう、すごかったですよ。もう何倍ついてたんで、イータロー勝つっしょみたいな、もう試合会場もイータロちゃんみたいな。あ、そうなんだ。ってもう認知度が今まで過去に出てるし、今までもすごいやん。そう、結構強い子だったんで、実際あざとかも治らなかったですよ。ずっと、結構ずっと治らなくて。重たかったですか、やっぱり。重って思った。だいぶ当たったんか、最初の 2,3 発が結構食らって、あ、まあ、打たれ強かったですね、私が。まあ、アドレナリンも出てるし、
落ち着いた時に痛なった次の日にバッキバキでしためっちゃバッキバキでしたもう殴られたとこ以外も体中全身バッキでしたすごいことになってた、すごい環境っていうかみんなありますねめっちゃ一番嬉しいのは、はい、こう対戦相手の飯太郎のおかげもあるし、うんはい、その結構使用試合って女子で言われてたのが、はい、結構今回の試合はめっちゃ反響が良かったそれは絶対あるわええ試合やったもんないい試合だったみたいな、うん嬉しかったですね対戦相手の実力ありきだったのが連絡っていうかその喋ったりしたしないっすよしない、そうなんやなんかちょっとみんな望んでないんでやっぱあそうなんや望んでないんでそういう風潮ないんです多分なみんななもう実は仲良くなっててコラボとかするんじゃねみたいな、はいはいはい、ありますねみんな言うやん、はいはいはい、みんな言うけどしれっと二人でしてますよあのオーディションの時のあの毛掴んでたコーナーああクリームソラ毛掴んでんじゃねえよのコーナークリームソラはめちゃくちゃ盛り上げてくれましたね、うん、あれも感謝やなほんまにあれ感謝感謝、うんうん、オーディション中は飯太郎とやりたかったから、うん結構食ってかかってたじゃないですか飯太郎に、はい、だからこいつはなんとかすごいとやべえなって思って結構ちゃんとムカついて、うん、掴んでんじゃねえよって言ってそんな可愛く言うてないそんな可愛く言うてないファミツカンでだねちゃんとムカついてましたおじさんなんだこいつだと思ってそれはもう伝わったいけいけと思った、うんまあ、オーディションの方が緊張しますけどねあそうなんですね、うん、どうなるか分かんないしやっぱそうですよ、ね、気持ち的にもこう喧嘩しないと緊張はなかった試合の時、はい、試合の時はありましたよあったけどもう直前はもうなるようにしかならないし、だから次やるもし出れるってなったら絶対桃より強いことやりたいですおお次こそはな、はい、俺ら応援に行きたいよ、はい、来てほしいです行きたいまだ鮮度が張ってもうてあ貴重な話、はい、なかなかこんな話聞かれへんもんな、まあ、ドリフトの方もともとね頑張りたいんで走りももうちょっといやでももう夢だったから名前売るのも大変なんやからみんなそうですね、うん、それ名前売りいいきっかけやしすごいと思ういやゴリフでやってるやつはやっぱり舐められたりもするし、うん、だからその根性をちょっとな見せてもらったなと思ってすごいちょっと感動したほんまにありがとうございますいやほんまにありがとうございます嬉しいわ最後なんか今後のドリフトの方のなんか展望とかあったら、うんうん、でもドリフトはやっぱり一番私メインでずっと頑張っていきたいんで、はいまあ、J2 かライツのライセンスはやっぱり欲しいし海外とかも走りに行きたいし海外も海外行きたいですね海外でギャル広めてこっかなギャルをギャルのバイトを広めてこっかみたいな感じですねいろいろグッズ持ってるからなももちゃんそうですお願いします、うんそれちょっと腹立ってて、はい、俺オリジンめっちゃ長いなわけよずっと、はいはい、自分の車オートメッセージ出してからもずっとオリジンオリジン立ち上げた時からもずっとオリジン立ち上げたウサギの時からさ、オリジン俺何もコラボなくもうすぐ来ますねオリジンとコラボ T シャツをこちらが出してますそうですねほんで俺なんで俺ずっとオリジンやのに俺もじゃあユーラスにしようかな裏切んないでくださいありがとうございますありがとうほんまにお願いしますわじゃあ次は会場に行きましょう会場に行こう、はい、ほんまに行こうお願いします、うん、みんなよろしくチャンネル登録を、まあ、絶対してくださいこういうの、 あのこっちのチャンネルでも見れるかもしれないんで、うん、ぜひお願いしますせーのありがとうございましただいぶ痛いやつやかわいい